パリオリンピック柔道の混合団体で銀メダル、個人73キロ級で銅メダルを獲得した浜松市出身の橋本壮一選手。昨日通っていた浜松市の道場育成館へ凱旋し、応援への感謝やオリンピックでの経験を話し、後輩たちにメッセージを送りました。はい、本気で目指すってことが大事だと思うので、周りにバカにされてもいいと思うんですけど、しっかり自分のこの意思っていうのをしっかり持って、毎日過ごしてもらいたいなと思います。自分を信じてっていうので、自信を持って試合に出ようと思いました。後輩たちからの質問にも応じていた橋本選手、子どもたちに夢や希望を与えていました。